おなにゃちは、シンバです。2022年10月のガンプラ再販情報を作品別、再販日別にご紹介いたします。2倍速機能や概要欄の作品別チャプターもご活用ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。再販予定に関しては、バンダイからの正式な情報はなく、ネットの情報によるものですので、ご理解よろしくお願いいたします。2022年10月再販予定は、ハイグレードが31アイテム、リアルグレードが9アイテム、マスターグレードが17アイテム、パーフェクトグレードはなしの合計57アイテムです。それでは再販日別に早速各アイテムを見ていきましょう。まず10月6日木曜日再販予定です。HG、ハイザック、連邦軍カラー、箱番号55番、発売2005年7月、税込み1100円、肘や膝部のポリキャップ露出部にカバーを用意、よりリアルな仕上げが可能。上腕パイプのディティールをリニューアル、広い可動範囲を確保、バックパックのフィンは可動式。マスターグレード、黒い三連星座、バージョン 2.0、発売2008年1月、税込み4950円。F 型や J 型のザク、バージョン 2.0 をベースとして、主に脚部やバックパック形状が異なる R 型、いわゆる高機動型の黒い三連星仕様カラー、ザクマシンガン、ザクバズーカ、ヒートホークに加え、ジャイアントバズタイプのバズーカアタッチメントが付属。同スケールの黒い三連星の3名のフィギュアが、ノーマルスーツ立ち、コクピット座りと、それぞれ2状態で計6体も付属。マスターグレード、キベレイ、発売2001年8月、税込み4400円。機動戦士ゼータガンダムだけでなく、ダブルゼータガンダムにも登場する、ネオジオンの白い悪魔を流線形の美しいフォルムを余すところなく再現。ビームサーベル、ファンネルが付属し、飛行形態にも変形可能。同スケールのハマーンも直立とコクピット用の2種類が付属。マスターグレード、サザビー、バージョンカトキ、発売2013年12月、税込み9900円。無塗装でも金属の質感が得られる新素材をシルバーフレームに採用。ファンネルコンテナハッチは開閉可能で、6機のファンネルは着脱式。アポジモーターのカバーは展開可能。ビームショットライフル、シールド、ビームトマホーク、ビームサーベルに加え、ロングライフルも付属。エモーションマニピュレーター SP で指の全関節が稼働し、親指の付け根もクランク稼働。マスターグレード、ウィングガンダムゼロ、エンドレスワルツ、バージョンカトキ、発売2020年11月、税込み6050円。完全新規造形で立体化、関節各所の徹底検証を行い、白い翼の展開、連動ギミック、ツインバスターライフル射撃ポーズを追求。新規ギミックとして、翼へのツインバスターライフルの収納と、ネオバード形態への変形を実現。ここから10月13日木曜日、再販予定です。HG、ザク 2FS 型、ガルマザビ専用機、箱番号34番、発売2002年9月、税込み1100円。特徴的なカラーリングや頭部のバルカンなどをリアルに再現。肩と胴体の接続部に関節を追加することにより、劇中での両腕でマシンガンを構えるポーズを再現。マゼラトップ砲や特徴的なヒートホークが付属し、ヒートホークは腰サイドアーマーに取り付けが可能。HG、ガンプラスターターセット、ガンダム、バーサス、量産型ザク、発売2010年7月、税込み2200円。ガンダムと量産型ザクの2体セット、初めてでも簡単組み立て、ハウトゥーガイド説明書付き。HG、パラスアテネ、箱番号60番、発売2006年2月、税込み1980円。連装式ビームガンとシールドは、リブ差しではなく、腕部にジョイントを追加し、マウントパーツをスライドで取り付ける方式を取り、リアルさを追求。脚部の爪は上下に、背部のムーバブルシールドは前後左右に稼働。各動力パイプは軟質素材で再現。HG、ニューガンダム、箱番号86番、発売2008年3月、税込み2750円。すべてのパーツは後はめ可能。パーツの合わせ目が露出しない構造を採用。関節強度向上のために新型ポリキャップを導入し、ポージングの安定性も向上。バーニアやアポジモーターなど、細部のディテールも徹底再現。ピンファンネルも付属。RG、サザビー、発売2018年8月、税込み4950円。腕部のシリンダー、ファンネルなどの武装が忠実に再現され、実機交渉によって、バーニアやバックパックなどの推進部には展開機構を設置。豊富なハンドパーツ。サザビーを象徴する武装が付属し、各種ハンドパーツと高い可動域によって、両手持ちポーズなど劇中のポージングが再現可能。12月にも再販予定があります。マスターグレード、ガンキャノン、発
発売2001年12月、税込み3300円。精密なモールドと精巧な形状再現により、ガンキャノンの魅力を再現。コクピットブロックのコアファイターを再現し、脚部や頭部の内部メカも再現。武器は、ビームライフルの他に、ミサイルポット、手榴弾なども付属。マスターグレード、ストライクのワールガンダム、発売2007年3月、税込み4950円。ノワールストライカーの翼基部には、強度構造を考慮した造形を取り入れ、新たな連動ギミックを追加。新たに設けた手首の返し関節により、手首の返しでこれまで以上にシャープなポージングを決めることが可能。劇中で装備していた様々な武器、ビームライフル、ビームライフルショーティー、大型ビームソードと、それを装備する多様な手首パーツが付属。マスターグレード、ストライクガンダム、プラス IWSP、発売2006年10月、税込み4620円。ストライクガンダム本体は、成型色をリアルなダークトーンカラーで再現。IWSP とは、インテグレイデッドウェポンストライカーパックの略で、略すと、統合、並走ストライカーパック。これに装備された 9.1 メートル体感筒は、取り外してストライクガンダムに装備可能。グランドスラムも付属。コンバインドシールドに付属する、ビームブーメランの刃は、クリアパーツで再現。台座が付属し、空間戦闘時のポーズが再現可能。ここから10月17日月曜日、再販予定です。HG、アッタイ、箱番号78番、発売2007年4月、税込み1540円、頭部内メカディテール再現、物合いはレールに沿って稼働、腕の伸縮はパーツの組み替えで表現、武器は右腕クローと左腕ミサイルに加え、右腕ミサイルも付属、クローの伸縮は先端パーツの差し替えで再現、機動戦士ガンダム第 08MS 小隊に登場した姿を再現する腕用カバーパーツも付属、HG、ビクセン型ガンダム、箱番号210番、発売2018年4月、税込み1870円、膝の可動性、肩の引き出しギミックなどにより、スムーズな膝立ちや銃の両手持ちが可能となり、射撃ポーズの再現度が向上、シールドを立てた劇中の印象的なポーズも再現可能、180mm キャノンは、差し替えでウェポンコンテナに収納できるほか、豊富な武装が付属、HG、ジム寒冷地仕様、箱番号38番、発売2003年7月、税込み880円。肘関節は軟質素材を使用することで、そのイメージを崩すことなく稼働。頭部カメラカバーはクリアーパーツで再現。武器は 90mm マシンガン、ビームサーベル、シールドを装備。HG、ケンプファー、箱番号89番、発売2008年8月、税込み1980円。肩の引き出し機構により、ショットガンを両手で構えるなどのポージングが可能。ジャイアントバズーカ、ストック付きショットガン、ショットガン、シュチュルムファウスト、ビームサーベル、チェーンマインなど豊富な武器が付属。チェーンマインは長めのリード線を用いているため、敵に巻きつけることが可能。RG、デスティニーガンダム、発売2013年4月、税込み2750円、アドバンスド MS ジョイントを採用、シードならではの空中でのダイナミックなポージングを再現可能、RG ならではの実機を考慮した細かな走行分割、関節部などは、リアリスティックデカールを貼ることで金属のような質感を再現、翼や武器の展開ギミックも再現可能、長射程ビーム砲、ビームシールドなど多彩な武器が付属、マスターグレード、ユニコーンガンダム、発売2010年3月、税込み5500円。映像化で頭部に新たに設けられたバルカンを再現。腰パーツ変更によりポージング性能が、脚部パーツ変更により作動範囲がアップ。ユニコーンモード、デストロイモードへの変形を再現。デストロイモード専用の固定式アンテナが追加され、開閉式、閉じ、開きの3種類が付属。マスターグレード、シナンジュ、発売2013年3月、税込み8250円。シンクのモビルスーツ、シナンジュがバズーカ付属のアニメ仕様で登場。マーキング、パッケージともに新規デザインを採用。骨格フレームの素材は ABS 樹脂から塗装可能な PS 素材に変更。劇中でも使用したシナンジュバズーカが付属。後身には伸縮ギミックを搭載。ここから10月20日木曜日、再販予定です。HG、ゴック、箱番号8番、発売2000年3月、税込み880円。腕パーツの差し替えにより、水中巡航形態が可能。腕の多関節機構には、ボールジョイントを採用し、アイアンネイルや頭部の可動とともに、劇中で見せた数々のアクションポーズが再現可能。頭頂部フリージヤード入れ口、腹部ベガ粒子砲入れ口を精密に再現。
HG ジムコマンド、箱番号46番、発売2004年5月、税込み880円。頭部カメラにはクリアパーツを使用し、武器はマシンガン、ビームサーベル、シールドを装備可能。赤色の宇宙用は11月再販予定です。 HG ジムキャノン2、箱番号125番、発売2011年6月、税込み1540円。重厚感のあるフォルムで、頭部カメラはクリアパーツで再現、ビームキャノンは90度稼働、サーベルの収納、バットを再現可能。豊富な手首パーツが付属、 GP01 やジムカスタムと揃えて、ぜひアルビオンチームを作ってください。HG ハイザック、箱番号12番、発売2000年7月、税込み1100円。バックパックやレッグスラスターなど、ハイザックを特徴付ける部分を精密に再現。各部動力パイプには軟質樹脂を使用、頭部モノアイはシールで自由に貼り付けることができるので、独自の表情を追求可能。モノアイシールドは別パーツ成形。 HGジオ、箱番号36番、発売2002年12月、税込み2640円。フロントスカート裏の隠し腕を再現し、ビームサーベルを持つことが可能。またバックパック裏側のディテールも細かく再現。武器はビームライフル、ビームソードが付属。 HG サザビー、箱番号88番、発売2008年6月、税込み3080円。全てのパーツが後はめが可能。新型ポリキャップの採用でポージング性が向上、重厚な装甲の厚みを再現し、マッシブな機体イメージを表現。武器はビームライフル、ビームサーベル、ビームトマホーク、シールド、ファンネルが付属。 RG ガンダムマーク2、キターンズ仕様、発売2012年4月、税込み2750円。アドバンスド MS ジョイント採用。フレーム組み立て後に外装をはめる工程により、モビルスーツをフレームから組み立てるリアリティを楽しめる。コクピットハッチの開閉など、RG ならではのリアルシステムだからこそ可能なギミックの数々を楽しめる。バックパックや膝裏関節の伝達パイプは布製パーツで質感豊かに再現。マスターグレードゼータガンダムバージョン 2.0、 発売2005年12月、税込み5500円。従来キットの変形ギミックを進化させ、モビルスーツ、ウェーブライダー両形態でのプロポーションを両立、両形態でディスプレイ可能なカタパルト型ディスプレイスタンドが付属。マスターグレードジェガン、発売2018年7月、税込み4400円。完全新規造形のモビルスーツ内部フレームが採用され、量産機を象徴する内部骨格を組み立てるだけで再現できる。左右4種類ずつのハンドパーツが付属し、ライフルを構えるポーズからアクシズに取り付く名シーンまで再現可能。改良を重ねながら F91 の時代まで30年にわたって使用される驚異的な機体。マスターグレードジェスタ、発売2013年4月、税込み4400円。特徴的な専用シールドは、可動アームにより運用状態とノーマル状態を再現可能。腰サイドアーマーのグレネード弾装着部はロッカーアームの可動で再現。エモーションマニピュレーター SP を採用し、武器をしっかりと保持可能。専用ライフルのほか、ビームサーベルも付属。マスターグレードガンダムヘビーアームズエンドレスワルツ、発売2012年1月、税込み4180円。前段発射のフルハッチオープンが再現可能。腰部サイドアーマーと肩の後部アーマーも展開可能。団体部分はリード線を内部に搭載しており、フレキシブルに稼働。また左腕の仕込みビームサーベルを選択式で再現。右腕のアーミーナイフには展開ギミック及び脱着機能を搭載。ここから10月24日月曜日再販予定です。 HG G アーマー、箱番号50番、発売2004年10月、税込み3080円。 G ファイターとのドッキング用に胴体と足首を変更した専用のガンダムが付属。キャタピラユニットは機種側 G メカにスイングアームで連結し、収納や各携帯時の移動を着脱することなく再現。 G アーマー、 G ブル、 G ブル EG、 G スカイ、 G スカイ EGG ファイターの全形態を再現可能。ディスプレイ台座が付属し、飛行形態のキットを飾ることが可能。HG シャア専用ザク2、箱番号32番、発売2002年7月、税込み1100円。ザクマシンガン、ザクバズーカを両手で構えられ、頭部カメラアイは左右に稼働、足首の可動範囲が広く、地面への接地性は抜群。武器はザクマシンガン、ザクバズーカ、ヒートホークが付属。HG グフ、箱番号196番、発売2016年4月、税込み1650円。現代的なプロポーションで造形され、
自由に折り曲げることができるヒートロッドと広い可動域により様々なポージングが可能。ランナーから外しやすくゲート跡が残りにくいので綺麗な仕上がりを楽しめるスタビゲートを採用。シールドに収納可能なヒートサーベルをはじめ主要武装も豊富に付属。HG、ドム、ビッグドム、箱番号59番、発売2006年1月、税込み1870円。バーニア、スカート、足の裏のパーツの交換で、ビッグドムになるコンパーチブルキット。バズーカはジャイアントバズーカ、ビームバズーカの2種が付属し、背後にはキートサーベルを収納可能。HG、ズダ、箱番号65番、発売2006年6月、税込み1540円。機動戦士ガンダム MS イグルー1年戦争記録に登場するモビルスーツ。頭部パーツとマーキングが異なる1、2、3号機と予備機のコンパーチブルキット。特徴的な腕部伸縮ギミック搭載。マシンガン、ヒートホーク、格闘クロー付きシールド、シツルムファウスト、135mm 体感ライフルなど豊富な武器が付属し、ヒートホークは爪部にマウント可能。HG、ズゴック、エクスペリメント、箱番号39番、発売2003年8月、税込み1320円。腕、足の蛇腹部分は節ごとにパーツを分割しており、独特な層になった構造をリアルに再現。物合いにはクリアパーツを使用し、両手の爪は可動式です。背部に取り付けられる Z パックが付属。名前の最後の E、ちゃんと、エクスペリメントって読めましたか？ HG、サイコガンダム、箱番号49番、発売2004年8月、税込み5500円。モビルスーツ、モビルアーマー形態への完全変形を実現。特徴ある武器、胸部にある3本のメガ粒子砲は別パーツ化し、形状やディテールを細かく再現。指先に10門装備しているメガビーム砲は、金型スライド機構により方針まで再現。HG、ダブルゼータガンダム、箱番号111番、発売2010年6月、税込み2530円。モビルスーツ形態と、コアファイター、コアトップ、コアベース、G フォートレスと、すべての形態を再現。形状重視の差し替えギミックで、ミサイルランチャー開閉ギミックも再現。ビームサーベルは、大型のビームが付属。HG、ゼガン、箱番号97番、発売2009年8月、税込み1650円。片部には前後へのスイング機構を採用。右腰部のラックからビームサーベル着脱可能。左腰部のグレネードラックは開閉可能。連邦軍やロンドベル隊、機体ナンバリングなど再現したマーキングシール付属。改良を重ねながら F91 の時代まで30年にわたって使用される驚異的な機体。HG、メッサー、F01 型、箱番号233番、発売2020年7月、税込み2750円。各所に可動箇所を設けることで、メッサーのアクションポーズを最大限引き出す構造。サイドアーマーは、脚部の動きの幅にゆとりを持たせるスライドギミックを搭載。ちなみにプレミアムバンダイ限定販売だった F02 型との主な違いは、ふくらはぎの形状です。さらに F02 型の指揮換機仕様もあります。HG、シェンロンガンダム、箱番号242番、発売2022年9月、税込み1650円。胸ブロックの内部に設けられた可動軸により、側屈、前後屈が可能で、前後屈時にはコクピットブロックが上下に可動。肩関節のスライド機構により可動域が向上。特徴的な武装、ドラゴンハングは展開格納状態の再現に加え、付属の延長用パーツによりアーム伸長も再現可能。HG、ベギルベウ、発売2022年8月、税込み1760円。両腕に装備する対モビルスーツ用携行兵器、ベイオネットが付属。バックパックのフライトユニット展開機構を再現。両足先の鍵爪は、前後のパーツが個別で稼働。組み立てるだけでカラフルな仕上がり。12月まで毎月再販がありますので、安心してください。RG、ガンダム、発売2010年7月、税込み2750円、全高約 125mm、少ないパーツ数での組み立てでダイナミックな稼働が可能なインナーフレーム、アドバンスド MS ジョイント搭載。リアルな質感で、見た目の完成度を追求した、リアリスティックデカール付属。RG、シャア専用ザク、発売2010年11月、税込み2750円、塗装では容易に再現できない。金属の輝きをシール上で再現したリアリスティックデカール付属。144分の1スケールで類を見ない色分け再現。シャア専用ザクの驚異的な動きを再現するためにアドバンスド MS ジョイントを設計。パイプパーツは軸を通してパイプを取り外す方式を採用。
RG 量産型ザク発売2011年7月税込み2750円。頭部パーツは対聴器用アンテナ2種と一般併用頭部が付属。宇宙型である F 型の装甲を忠実に再現。ライフルの保持力が向上した右手ポージングに表情を与える平手が新たに追加。アドバンスド MS ジョイント採用。リアリスティックデカールで本物の質感を表現。RG シャア専用ズボック発売2014年7月税込み2750円。水の抵抗を限りなく小さくして高速移動するための流線形ボディを追求。水中での高速潜航と陸戦での激しい戦闘に対応する柔軟性を備えた水陸両用モビルスーツならではの内部フレームをアドバンスド MS ジョイントで実現。水中での捜索探知即去に不可欠なソナーをディティールにも採用し、天候と浮上を考慮した水抜き穴をモールドで再現。また耐水耐圧を想定した球状のコクピットを採用。最も特徴的な武装である腕部の爪は刀身をイメージ。水中での四方への移動を可能にする脚具およびバックパックのプロペラ構造を再現。RG ハイニューガンダム発売2021年9月税込み4950円。各関節の可動と連動して装甲がスライドするマルチリンクギミック搭載。各部アーマーをスライドさせメカニカルな内部フレームを露出させることが可能。腰部アーマーには接続ジョイントを搭載し脚部可動を阻害しない設計。脚部が広範囲に可動し膝をしっかりと設置可能。マスターグレードガンダムバージョン 2.0 発売2008年7月税込み4620円。テレビアニメに登場するガンダムのフォルムとアクションを再現。コアファイターを搭載しながらも腰のひねりや上下の可動を実現。コアファイターはコアブロックへの変形時コクピットシートが正面を向くギミックを搭載。付属する武器にはスーパーナパームやビームジャベリン、ガンダムハンマーも付属し各々のギミックが満載。マスターグレードシャア専用ゲルググバージョン 2.0 発売2007年7月税込み4950円。シールドにマウントアームを設け背部装着状態から腕部装備状態への移行アクションを再現。腰部スカートは前面側面背面で独立可動。頭部モノアイは首振りに連動して視線移動。ビームライフルビームなぎなたシールドのほか同スケールの立ち状態着座状態2種類のシャアララーのフィギュア電動自動車エレカが付属。ここから10月27日木曜日再販予定です。 HG ハイゴック箱番号37番発売2003年6月税込み1320円。腕のジャバラブーンと爪の関節部にボールジョイント方式を採用し広範囲な可動を実現。背部デッドパックは着脱式。腕は差し返しカバーパーツを付けることで巡航形態を再現可能。腕部ミサイルカバーが付属。 HG ペーネロペー箱番号229番発売2019年10月税込み7480円。キャノピーにはクリアパーツを採用。肩アーマーとテールスタビライザー脚部バーニアの形状など背面からのボリュームも圧倒的。肩部アーマーは差し込み位置を変えることで開閉状態を再現可能。ディスプレイ台座が付属しフライトユニットとオデュステウスガンダムを分離状態でディスプレイすることが可能。 HG フリーダムガンダム箱番号192番発売2015年8月税込み1980円。シャープなスタイルと二重関節による腹部の可動、広い可動域を持つ脚部関節、大きく上下に可動する肩部と幅広い可動域により迫力のアクションを再現。ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属。サーベルは連結可能。HG ガンダムルブリス発売2022年8月税込み1760円。シェルユニットはインモールドパーツとクリアパーツの選択式。インモールドパーツは胸部のシェルユニットの輝きを表現し発光状態を、クリアパーツは非発光状態を再現可能。シールドは7つのビットステーブに分離しバックパック及びレシーバーガンへ接続可能。レシーバーガンには巨大なビーム場のエフェクトパーツを取り付けることが可能。RG ウィングガンダムエンドレスワルツ発売2016年1月税込み2750円。可変航空機の翼の構造を交渉し精密でメカニック感あふれる独特の機械翼に可動ギミックを搭載することでバード形態への変形を再現。バスターライフルやエネルギーカートリッジポッド、シールドといった武装類も付属。
マスターグレードガンダム NT1 バージョン 2.0 発売2019年6月、税込み6380円。肩関節シーリング部はビニール素材を採用し、シワの質感を再現。オリジナルギミックとしてシールド蛍光時やチョバムアーマー装着時も前腕部のガトリング砲の展開やスラスター展開が可能。折れたブレードアンテナや BB 戦士オリジナルアイテムだったヘッドギア、いわゆる頭部用のチョバムアーマーも付属。マスターグレードユニコーンガンダム2号機バンシー発売2012年3月、税込み6050円。ユニコーンモードからデストロイモードへの変身を完全再現。サイコフレームはブラックライトで発光する特殊素材を使用。左手のアームドアーマー VN は展開ギミックを搭載し、ビームトンファーも再現可能。右手のアームドアーマー BS は展開のほかビーム発射穴可動ギミックを搭載。最後に10月から11月以降に延期になったアイテムです。HG ジオング箱番号22番、発売2001年6月、税込み1980円。 HG ガンダムビヨンドグローバル発売2020年6月、税込み2200円。 HG ユニコーンガンダム2号機バンシーデストロイモード箱番号134番、発売2012年1月、税込み1980円。 HG クシャトリア箱番号99番、発売2009年10月、税込み4950円。 RG ゴッドガンダム発売2022年8月、税込み3850円。 RG ストライクフリーダムガンダム発売2013年11月、税込み3300円。 RG ダブルオークアンタ発売2016年5月、税込み2750円。マスターグレードシャア専用作バージョン 2.0 発売2007年5月、税込み3850円。マスターグレードグフカスタム発売2001年2月、税込み3300円。以上、2022年10月再販予定全57アイテムのご紹介でした。もしよろしければチャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃんねー。